今週のセレチューブは新加入選手が勢ぞろいしたチーム始動記者会見の様子をたっぷりお届け。さらに新加入選手を直撃、お正月の過ごし方などここでしか見られない独占インタビューをお楽しみに。ここでセレチューブからお知らせ。2020シーズンリーグ開幕戦が決定。2月22日土曜日、ヤンマースタジアム長居で大分トリニータと対戦します。今シーズンも熱い声援よろしくお願いします。新加入選手にお伺いします。セレッソに決めた理由と、あとはどんなプレーで貢献していきたいかを。やっぱりしっかりポゼッションしながら、攻撃していくっていうので、やっぱりそこが決め手になって自分もセレッソ大阪に決めたっていうのは大きいことで、あと、今年は、やっぱり試合に出て、サポーターの皆さんだったり、監督だったり皆さんの信頼を得るっていうことが私の目標です。セレッソ大阪を選んだ理由として、やっぱりセレッソ大阪のサッカーは個人の力が本当に高いチームで、自分もそういう中でプレーして、やっぱり自分の成長にもつながると思いますし、チャレンジしたいっていう思いで選びました。見てもらいたいところは、自分はドリブルが武器なので、2、3人に囲まれても崩していく自信はあるので、サポーターの皆さんワクワクさせれるようなプレーをできるようにやっていきたいと思います。セレッソ大阪に決めた理由は、長岡サンガの野口さんっていう人が知ってて、でその人から誘われたっていうのもあります。自分の見てほしいところはドリブルなので、ドリブルからの突破を見てほしいです。よろしくお願いします。このクラブで、交流できることを誇りに思ってます。しっかりポジションを奪って J1 で出るように頑張りたいと思います。セレッソ大阪に決めた理由は、セレッソなら優勝できると思ったからです。個人としてはゴールにやっぱこだわって行きたいなというふうに思っています。僕の長所は球際の強さとフィードなんで、そこを存分に発揮して、J1 のピッチに立てるように頑張っていきます。よろしくお願いします。セレッソ大阪のために、たくさん点を取って結果を残し続けたいと思います。僕のストロングポイントは、1対1だったり対人のところと、ヘディングの強さが持ち味なんで、そういったところを、ピッチでしっかり表現して皆さんに見ていただけたらありがたいと思います。僕の特徴はクロスだったりドリブルの仕掛けだったりゴールに直結するプレーが特徴かなと思うので、そこを見てもらったら嬉しいです。よろしくお願いします。僕の特徴は、ヘディングだったり、左利きのセンターバックで対角のロングフィードだったりなんで、そういうところを見てもらったら嬉しいです。セレッソ大阪に決めた理由としては、個人としての、各個人としてのレベルが非常に高いですし、チームとしても、個人がこう成長できる環境にあるなと思いましたし、このセレッソ大阪というクラブが僕自身本当に好きになったので、それが一番大きかったかなと思います。で、自分の特徴としては、左足を生かしたプレーであったり、得点、アシストというプレーに直結するようなプレーを出せるように、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。今シーズンからですね、藤本康太君が昨年まで、選手をしておりまして、現役を引退しました。で、今シーズンよりアンバサダーという形で、クラブの方でね、いろんな方面で、また一緒に活躍していただくことになりましたので、合わせてご報告をさせていただきます。ただいまご紹介に預かりました、今シーズンからセレッソ大阪のアンバサダーを務めさせていただきます、藤本康太です。セレッソ大阪を、大阪市、堺市を中心に、広く理解していただくために、クラブのサッカー大使として、サッカーの普及活動、クラブ広報、ホームタウン活動などを行ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。現段階でこんなことがしたいとか、アンバサダーとしてこういう、ことをやりたい、具体的にもしあれば教えてください。それこそスクールチームのスクールだったりとかの方に巡回させていただいたりだとかができればなとは思っ
ってたりもしますし、まあそのさっき、先週を辞めて、まあ、すぐなんで、まあ、ある程度まだ選手の気持ちだったりっていうのは理解できるんで、まあ、本当僕でよかったら全然選手がもしね悩みとか話してくれれば、まあ、僕がしっかり受け止めてしっかり伝えたりはできるかなとは思ってます。続いてはサポーターの皆様にいち早く選手の声をお届け。2020年初めての直撃インタビューです。まずは新加入選手が初めてのセレチューブで一言、続いてお正月の過ごし方、最後に今シーズンの決意という3つのテーマで選手が語ってくれました。まずはこのテーマから。東郷学園から新たに加入することになりました、西川潤と言います。自分の特徴である左足のドリブルであったり、得点アシストに直結するプレーを見てほしいと思います。よろしくお願いいたします。先ほどの会見はどんな気持ちで臨まれたんですか？いや、特に緊張も何もなく、はい、まあ、自分の思ったことを言おうと思って入りました。まあ、今までこう自分の自信にしてきたことをより磨きをかけてこの1年間やってきたつもりですし、まあ、それをこの、セレッソの舞台でセレッソというチームで、発揮できるように頑張っていきたいなと思います。モンテディ山形の坂本達郎です。おとなしそうに見えると思いますが、おとなしいですけど、試合中は全力で熱いプレーをするのでぜひ見てください。チームの中でどんな立ち位置でした？前は、まあ、いじられてました、はい、サポーターにいじってほしいことがあります？いや、いじらなくていいです。まずは試合に出てしっかりとその中で結果を残してチームの優勝に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。豊川優太です。セレッソのために全力出し切りますので、応援よろしくお願いします。大阪に対しては、いや、そんな文化もね、僕全然国違うとこ行ってましたし全然そんなないです。なんか人優しいなって感じ、なんか街ある街をねちょっと歩きましたけど、全然そんなマイナスの印象は持ってないです。あ、本当ですか？はい、なんか結構ねズーズーしいとかいろんな、いや多分俺がズーズーしいって言われると思いますそのうち慣れてきたら。本当ですか？はい、まだ A ちゃん片山選手とぐらいしかあんま話してないので、これからみんなとね話していきたいなっていうふうに思ってます。片山さんと一緒にやられてます？そうですね、岡山で、はい、面倒見てもらってました。決まった時から連絡取り合ってたんで、で大阪来て、まあもう1回飯は行って、まあいろいろ、はい、車の運転が多分田舎でしかしてなかったんで、最初そこ慣れないといけないなっていうふうには思いますね、あの人。はい、豊は。片山さん経験談ですか？そうですね、まあ結構難しいじゃないですか大阪の道って。なんで、はい、そこは早く慣れるといいと思います。シンドトロイデンから加入しました小池優太です。応援よろしくお願いします。どんなとこ見てほしいとか、まあ、先ほどもありましたけど、まあ、自分は、まあ、スピードだったりキックっていうのが特徴なんで、そういうとこを試合に出していければと思うんで、そこを見てもらいたいです。なんか不安なこととか？いや、ちょっと関西弁がちょっと怖いんで、グイグイ来る感じ怖いんで、そこ早く慣れればいいかなと思います。グイグイ来られました？チームメイトの方とか？いや、チームメイトはあんま来ないですけど、ちょっと怖いですね、やっぱり関西弁。どんな言葉が怖いですか？なんでやねんとかまあ今聞いてないんですけど、まだなんでやねんは一回味わいたいです。関西弁を習得します。以上です。この続きは次週のセレチューブでたっぷりお届け。もう一回チャレンジ、リベンジしたいなと思います。さらに今シーズンの選手紹介動画撮影の裏側にも密着。
ここでセレチューブからお知らせ。2020シーズンリーグ開幕戦が決定。2月22日土曜日、ヤンマースタジアム長居で大分トリニータと対戦します。今シーズンも熱い声援よろしくお願いします。